あいつ当てたぞとか言いまくってたら関さんだったんだよね。嘘。そうそうそう。まあ、お互い結局どっちも殺さなかったんだけど。倒してほしかったな。ね。面白いから。めっちゃ撃ってたんだけど。でもケイツさんは倒したんでしょ。ああ、みたいだね。開幕2人で学校料理たとか言ってた。めっちゃおもれんだけど。開幕学校とかやばすぎでしょ。絶対降りたくないんだけど。絶対降りないよ、降りる。俺降りる。いいよ。1回だけだからな。いいよ、俺降りても別に。いや、俺もいいっすよ。俺はね、全然いいんだけど。安内国。来ないでしょ。まあね、デュオだとね。もしかして、スタルとケイさんだけなのかな、降りたのって。あ、どうだろう。なんか2人が降りて、なんかケイツさん最初に死んだみたいなの聞いた。うん、まあ最初っていうかな、最初の、かなり最初の方に。はいはいはい。あ、2人だけな、あ、2人だけだって。マジやばすぎ。2人だけ降りて。マジやなんだけど、そんな。開幕。でも、明日、その、学校コンビと一緒にやるからね。ああ、そっか。学校来んじゃねえの。それでさ、3人死んでさ、1人だけとかになったら、クソ悲しくない？悲しい。学校行こうぜ、じゃあ。学校行くか。潰そうぜ。殺すか、あいつら。なんか、ウレッサン、フェス入ってったよ、誰か。あ、オッケー。逃げんなよ、あいつら。あ、近くにいるわ。レストラン裏、うん。あの、小屋か。あ、多分そうなんだ。ペタペタ落としてる。え、見てるかあるから。オッケー。俺もショットガンあります。あ、そう、多分ここだね。いいよ。あ、いる、裏にいる。うわっ！ナイス！ビビったー！ナイスナイス。これどうだろう？中入った方がいいかな？大丈夫かな？中入るわ。あ、じゃあ待っとくわ。オッケー。パープー。パープー。パープー。あ、ゾウス。あ、俺、火炎あるよ。あ、俺も火炎あるよ。あー、火炎にするわ。オッケー、まあいいや。あ、じゃあもう、大きい使っちゃおう。時間かかるから。一応火炎あるよ、この人。ありえ。これ、マンション行く？いいよ。降りてなかったよね、多分降りてないはず。ま、マンション行くか。ああ、復讐怖え。どんな感じだったんだろうな。韓国帰ってこれてよかったね。マジでよかったわ。ビビったんだけど、なんか普通になんか道クソ混んでて、うん、30分で着くはずだったのに2時間ぐらいかかって、それで乗れなかった感じ。そう、10分ぐらい、飛行機が飛ぶ10分前ぐらいに空港着いた。マジ危ない。しかも今日これで最後ですとか言われて。マジか。職場の人と俺、韓国のラブホ泊まったからね。え、3人だったんだけど、2-1で泊まった。男2、女1で。ああ、なるほどね。そうそう、モーテルって多分ラブホだと思うんだけど、なんかもうマジヤバくて、設備とか。いいの？いや、もうクソ悪い。あ、悪い。もうヤバい。ど田舎の旅館よりひどい。ええー、なんかトイレ、しかもトイレと風呂、別がまず風呂ついてなくて。え、風呂ついてない。まあ、なんかシャワーのあれだけついてて。あ、はいはい。で、トイレと洗面台と一緒なんだけど、もうなんか枕に髪の毛ついてるし、なんかブラウン管のパソコン置いてあるし。ブラウン管？ブラウン管、あの、太いやでかいやつ。後ろにでっかいテレビのモニターみたいな。うん、絶対掃除してないやんけ。マジやばい。もう入り口入った瞬間、あの、なんだっけ、変なちっちゃい窓みたいなのついてて、顔見えないようになってて、お互いの。ラブホやんけって思って。
でも金曜日だったし高かった。なんか5000円ぐらいだった一泊。ああ。ラブホしかなかったのもう。そう。もうその、近くに、空港の近くになくて、またなんか戻るんだったらその30分ぐらいかけてタクシー乗ってみたいな行かなきゃいけなかったから、はいはいはい、もう寝るだけだしそこでいいやっつって。なるほど。また壁薄くてもうなんかもう最悪だった。男2人で壁薄いってもう最悪だよ。何の得になるんだみたいな声聞こえてくるし。マジで？そう、絶対嫌なんだけど。超シュールだったわ。マジかよ。ね、やべえな、マジでそれ聞いてると。でもなんか向こうすごくてさ、毎日ゲームの、もうゲーム専用の番組みたいなのあってさ。ああ、なんかあるよね。そう、OGN やってんだよね。はいはいはい。ロールとかさ、そういうの流してるよね。そうそう、PUBG もやってたよ。あ、ほんとに？ 3 日連続でやってた。すご。なんだっけ、あの、ジンギスカンのチームとか出てるの？いや、もうなんか、タレントなんだっけな。一緒に行ってた人が教えてくれたんだけど、なんか、アフリカ TV かなんかの元超人気配信者が MC してて、うん、で、なんか5位以内に入ったら、なんかどうたら、みたいな、やつとか、はいはいはい、そういうやつやってた。なんか一人上手い人がなんかその教える役みたいなのでいるんだけど、うん、その人が普通に上手くて笑った。あれやってた。上手いのめ。あの Z 連打のなんかスライドやってた。ああはいはいはい。今メタのね。そうそう。それでもうなんかすごい教えてて。だから夜、まあ、韓国は分かんないけど、なんとなくそのゲームで盛り上がってんの雰囲気だけは分かるから楽しかった。普通に見たいんだけど。そう、普通に見たいんだけど俺それ。普通に夜の暇つぶしになる。あ、でもなんかネットで調べたら出てくるとか言ってたよ、テレビ番組と同じやつが。あ、マジか。普通に見たいわ。スナイパー持ってる？うん、持ってないよ。Okay、あれ4倍あるよ。俺も8倍あるんだよね。もう強っ。さっきエスケース落ちなかった、あの下のとこに。あ、確かに。エスケースか。まあアタッチメントないよ。俺バーチカルくらいしか持ってない。俺大容量だけ持ってるな。お、ありなのでは。ギアさん使う？俺は使わない。進めといて。そうなんだよね。俺もあんまり使わないんだよね。SKS ねって感じだね。まあなんか、奇跡的にその場にコンペンとチークパッドがあれば、そこでやっと考えるぐらい。確かに。俺真ん中のマンションも漁った？あ、真ん中俺見てないかも。あ、見たかな？漁ろう。あ、俺見たかもしれん。記憶障害。オッケー。あ、北側空いとる。ピンつけた方向空いてるわ。オッケー。どうしよっか。戻る。なんだよね、さっきの俺が。うん、いいよ。あ、来てる。こっち来てる。こっち来てる。マジ？今このマンションの隣ぐらい。裏側入るわ。あ、いるいるいる。奥の方入った。キルだ。あ、強。相方かな。相方っぽいね。なんか俺の画面、シャガさん、ショットガンも M16 も構えてんだよね。やばすぎ。最強でしょ。回復俺めっちゃ持ってるから拾っていいよ。俺も31にあるよ。444ある。とりあえず拾うわ。はい。もうね、俺拾えねえや。ダブルバレルにしよう。4、4、
447にあった。447。447。なんか落とせばいい。あ、ドリンク1、2個で大丈夫。こいつも16か。弾めっちゃ余ってるけど。俺もめっちゃある。オッケー。いや。なんもいらんな。揃ったな。てかもう装備も揃った。車探す？うん。ああ、いいね。あ、そういえばなんかジンギスカンたちのとこ、G-Force ついたっぽかった、うん、なんか。すごいじゃん。ね。なんか、配信中に CM 流してた。あの4人、えぐくない？えぐい。メンバー。マジえぐい。でもなんかまだ、あれ突破してないっぽい予選。あ、ほんとに？うん、1日目はなんかメルセデス・ベンツっていう、なんか現状ソロ最強って言われてる人が、のチームが突破して。あー、いたな、あの人。一時期ランキングに。で、2日目がどこだったかな。2日目があのあれだ、あそこ誰だっけ、あれエヴァモアがいるところ。あ、はいはいはい。エヴァモア以外誰もわかんないけど、てか車ねえ。あ、そっさの方まで行くしかないか。オッケー。やはりエヴァモア最強か。エヴァモア最強やろな。あの俺の中で最近シルフ TV 熱い。シルフ TV 熱いよね。わかるわそれ。熱い。シルフ TV マジ強い。あの人多分最強だと思ってる俺。あのその1試合目のなんかアフリカの配信俺見てたんだけど、ああメルセデス・ベンツめちゃくちゃすんなうまかった。やばい。うん、超うまかった。え、それなんか YouTube とかに上がってるってこと？あ、多分あれ。あ、でもリンクわかんねえな。アフリカそのなんか PBG の大会やってるアフリカにアーカイブがあると思うけど、うん、ああハングルだし探すの大変かもしれん。 YouTube とかあんのかな。そのシルク TV とかを倒してた最後。ああ、シルフ TV はあるよね、YouTube のチャンネル。あると思う。うん、メルセデス・ベンツはあんのか知らないけど。これでしょ。出た。シルフ TV めっちゃこれ使うからな。なんか屋上とかの。あ、いる。二人。S。あ、いる。撃つ。後ろ撃つわ。ナイス。その前にもう一人いたね。隠れたね。オッケー。きついか、あっちは。やれるかな。やりから回ればいけそうだけど。オッケー。あ、車あるし。バギーだけど。見てそうだな。危ね。危ね、喉。遅れ。あ、目の前いる、目の前いる。そう。うわ、強っ。あ、マジか。2発ぐらい入れてる。あ、ダブルバレル持ってる。角。ナイス。危ね。いつの間にこんな近づいてきたんだね。ビビった。マジか。落としなかったんだけど。頭消し飛んだんだけど。痛え。次。痛え。どうその倍率、高倍率の出てるとき、うん、その連射で当たるね。ね。あ、ない。俺、あ、俺？あ、そう、シャガさん。高倍率今ついてない俺。で、そう、4倍とかで打ってなかったさっき。あ、飛ばれてたんか。飛ばれ。本当に。あ、こっち頭ないわ。こっち頭あった。OK。じゃあ拾っちゃおう。フラ入る？ AR の。あ、いらない、宝石ある俺。OK。きっと拾えないんだけど。俺、拾えるかな、これ。3個落ちてるよ。ドリンクが多すぎて、ドリンク15本あるんだけど。俺もドリンク10本あるわ。今から9本になる。ブレイク。あ、キットなんかある？キット5。キット1個落とすわ。ブレイクも落としてる。2本。重たいよ。うめえよ。あ、なんか近づいてきてる。せ。はい。あ、オッケー。ナイス。1人やった。もう1人わかんない。オープンにいる。ナイス。強っ。ナイス。ナイス。もう聞かずに言っちゃったわ。やれると思って。オッケー。大丈夫。どんどんアイテムが増えてくんだけど。減らしたいのに。ね。選ぶのしんどいんだけど。
待ってんな、これサイが持って補正器つけてもありだな。補正器持ってたよね、カワさん。補正器俺持ってるよ。サイがつける。あ、実証これ。あ、熱いね、サイが熱いね。これどうしようかな、マジで。俺もちょっとこれ持ちすぎ問題あるな。選べねえ。あの、もういいや。何がこんなに重たいんだ。グレニコ捨てた。オッケー、俺もグレイプあるわ。マジ入ってんだよな、ダチあるし。うん、こもっててもいいけど、どうする。こここもる。いいよ、じゃあこもるか。どこがいいのかな。あ、この家結構最後まで残るイメージあるんだけど。いや、確かにわかるそれ。結構入るわここ。あるよね。俺自分が滅多に入んないけど、ここにいる的にうざい思いさせられること多い。 S 側のさ、サリシウムの家、あ、違うか、あの家あるじゃん、オレンジの。はいはいはい。あの家からいつもこっちまで走ってくる。わかる。撃たれる、いつもこの人に。なんかちょっと前フォビアルやった時も俺たちこの森側にいてさ。ああ、あったね。この辺にこもってるやつら。あったね。あるな。ここ入るな。ここ入るべ。もうここに入れようぜ、最初。明日。なるほどね。こっから俺も動かねえから。最初ここパッて漁っても、ライフルと最低限のレベル1装備があったらもう。そう。寄ってくるやつだけ勝って、あとはもう終わりよ。ありだな。今日マジ超。調子乗って動きまくったからな。弾、5ミリの弾300発ぐらい持ってたんだけど。いや、俺も大丈夫。140ある。あ、じゃあじゃあ、あの今日大会でさ、ああ、300ぐらい持ってて、で、俺ここの家で検問してたんだよね、あの、のぼの左の。あ、はいはいはい。で、撃ちまくって、撃ちまくって、残り60発になるまで撃ちまくった。マジやめてほしい。コール人から締めれば200発ぐらい。これは何、アンチ的にはミリベだったの。そうそう、ミリベだった。ミリベだったね。そういえばノボに降りてミリベアンチになって、だもう全部やっぱ来る大会でも超来た。車ね、なんか4台連続ぐらいで走ってきたことあって、ちょっと楽しいじゃん。うん、まあでも1キルしかしてないんですけどね。でも結構あれでしょ、みんな削れんでしょ。削れたと思う。もう車とかは多分かなり煙吹かせまくった。マジいい迷惑だ。もう来るやつ全員撃ってたもん俺。よかったね、でも抜かれなくて。後ろの山とかに、川とかで。あ、だからね、なんか2階のあのバルコニーから撃ってた、うん、山から撃たれんように。ああ、なるほど、ね、楽しそう。マジやりてえ俺もそれ。また入ってる。これあるな。もうグレーいっぱい拾ってきてボンバーマンやろうかな。いいね。俺も4個あるよ。俺も木製でグレーにしようかな。俺も木製だった今。俺拾ってくるわ、ちょっと。オッケー。てか多分俺も拾えるぐらいの量あった気がする。こっちの下のところに俺落としたんだよな。ボッバーマン。じゃないか。こっちまだ3個あるよ。もう俺拾えね。今俺7個持ってる。半端ねえ、マジ。俺6個になるのか。下の死体と一番下に落としてやる、うん、2個。はい。お、車落としてる。そうじゃね。あ、止まりそう。あ、止まった。降りた。あ、左とは。左気絶。一人ね、右側にいる。あ、右側の壁に張り付いてる。見えた。俺、右移動するわ。オッケー。あー、角から見てるわ。まだその家の裏側にいる。いるね。
あ、やべ。死んだ。あ、強っ。あ、グレ投げちゃった。オッケー。まあでも言うグレネードが欲しいもんねえけど、とりあえず行くか。俺はグレネードが欲しい。あり。どこだ？ここの塀の裏と、ここだね。あ、そいつカー持ってんじゃない？あ、こいつもカー持ってる。あ、ちい。もらっちゃおう。あ、ちち。オッケー、グル9個乗った。あっち。ドリンク15本。大9個。笑う。笑うわ。大会でこの物資なりてぇ。なりたいね、これ。しかも俺、サップ砂もついてんだけど。あっち。4倍も1個持っとこう。どういった4倍しかないときは意外と2個持ちありだよね、スナイパーと AR。 そうだね、めんどくさいからね、切り替えるの。さすがに外れてもった。外れるか。ここの屋根上でも行く？いいよ。それかスナイパーだからこっちの森でもいいけど。山落としてる。してるね。絵の方面見えねえ。ギアさんってさ、砂持ってるとき屋外と屋内どっち好き？屋内かな。でもオッケー。どこ行こう。これ昨日のとこで行く。あ、でもいいし、ここの屋根上取りに行ってもいいし、まあこっちでもいい。割と何でもいいな。こっち行くかな。オッケー。でもなんか閉まってんだよな。どうなんだろう、外の方がいいのかな。わかんねえ、マジで。ショットが持たれてるとちょっときついよね。まあ窓抜けがなくなったら絶対家には入んないけど、スナイパー持ってたら。そうだね。窓抜けができる。まあ最悪逃げれるから。ガラス割ります。はい。向こうの家も閉まってんな。もしやいない？なんか韓国勢がさ、うん、あの白小屋に入った時にさ、ジンギスをやってるのかな、はいはい、窓割ってるけど、あれってなんで割ってるんだろう。見づらいから。ああ、見づらいからかな。小さい窓あるじゃん、なんか、はいはいはい、全方向にあるね。まあ、シルフ TV わざわざ割ってるんだけどさ。あ、そうなんだ。なんなんだろうかね、見づらいからかなと思って。あ、でも確かに俺ガラスは見づらいから基本割るけど、ジンギス小屋は割らないな。なんか音聞こえやすくなったりとかする？しないよね。あー、いや、ないんじゃないかな。屋内と屋外で変わったりしないよね、別に。音多分変わんないと思うけど。あー、あ、人走ってる。15原っぱ。あ、寝っ転がった。15撃つわ。撃っちゃったよ。はっ、外した。15どこだか分かんない。木のね、幹のところで寝そべってる。根っこと一体化してる。へぇ、外した。マジか。へぇ、外した。ナイス。あ、一人やった。あれじゃなくて？違う、まだいる。あ、じゃないわ、こっちか。あのね、オレンジ色。あ、外した。あー、やった、当たった。クソ、エムすぎ。サプレッサーついててよかった。ね、うーわ、なんもね。車持ってく？持ってこう。この辺で。
オッケー。どこが一番高いんだろう。高いとこにつけたいね。この辺かな。まあ、多分この辺は多分こっちこのなんだっけ下側になればなるほど高そう。うんうん、あ、オッケー。まあ、行くしかねえか。運転任していい？俺ね、運転ね、自信なしにき。俺もないんだけど。これどうする？ギリギリ行く？まあ、どっちでもいいよ。どっちの方がいいんだろうな。なんかいいとこあればいいんだけどな。俺割と早め派だけど、あんまり理由ない。まあ、早めに行くと後ろもずっと気にしなきゃいけないのはめんどくさいんだよな。車どうつけるべきこれ。いやね、車マジむずい。つけ方。俺も今日大会で4回ぐらいつけ直した。4回ぐらいつけ直してなお撃たれてた。えっ、これ呼吸物資が落ちる。落ちるね。あそこのジンギスゴ行く？あー、ありかも。行くか、あそこ。行こうぜ。俺歩いていくわ。これで撃たれないのいなそうだけどな。うん。あ、山の上。あ、いる。なんか待ってるあいつ。オッケーオッケー。あ、別のやつ戦ってんな。撃った撃った撃った。瀕死。あれ瀕死だね。こいつは。右にいるよ。S の。オッケー。あれ？どこだ？当たんねあいつ。いた。外した。どこ行った？ S を。木の裏にいる。こいつ殺してからそっち行くわ。こいつか？あ、そいつじゃない、まだいる。別のやつもいる。185にいるわ。ガス来てる。 SE にもいるわ、まだ。なんだあいつ、出てこないぞ。いた！やべ、俺これ死ぬ。いってーバブー。俺多分無理だ、ガス中にいる、こっち側の SE。 ナイスすぎ。ガス中？死んだかな。ナイスナイスナイス、強すぎ。すまね。いや大丈夫、入ったな。絶対出てくると思ったけど来なかった。マンション登れてて、そっち入ったなか。あ、でもね、俺あれはね、今のはね、ムーブ俺間違ってないと思う。多分2人でひっついてる時の弱さって、まあ4人 4PR でもそうなんだけど、多方向からの攻撃に弱いんだよね、固まってると。車使うしかねえな。離れた場所でカバーするのが俺は一番いいと思うんだけど、多分本番でも同じムーブすると思う俺今の。もっと早く詰め切っちゃってよかったな、グレ使って。逆にそっちか。殺意やばすぎ。当たんね。どっちだ、まあ、グレーだね。グレーは使った方がよかった。そう、今の殺さないでギアさんとひっついてると、ギアさんが殺してた方面の敵に対しては強いけど、後ろから来られたらまとめてやられるからね。まあでも難しい。もっといいムーブあったかもしれない。あれか、気づくまでは。うちせえけどな。無理だな、でも。同じことやりそう。はえー、タップ。あっ、カピ。マイクロフォンミューテッド。あ、そっか。マイクロフォンアクティベイテッド、マイクロフォンミューテッド。マイクロフォンアクティベイテッド。誰撃ったんだろうな。マイクロフォンアクティベイテッド。跳ねそべってる。笑うわ。
ボンバーマン。くらえ、ボンバーマン。やべ、なんかいる。なんだあいつ。あ、回復できてない。強すぎー強すぎー何キルした？13キルぐらいしてない？やば。あぶねー。マジ回復の解除されたし、あぶねやばすぎ今の。ていうか仲間なのかよこいつら。俺も思った。おかしいだろ。最初の一人気絶した瞬間おかしいだろと思った。えって思ったもん。マジかよ今の。